最初はグーじゃねんぽん。行こう。俺弱いねんな、大事な。ちょっとはどうしようか。あー弱いな。あ弱。ドロー。回答気をつけるパターンか。終了。引いた。引いてない。嘘ついた。うん、まあまあ。ドロー。許容範囲でしょ。あー弱いねんけど。終わり。許容範囲でしょう。幻ー。ですよ。ちょっとブラッティング。え？あ、そっか。ごめん。当たりました。終わり。ジェニーが落ちたゴラゴラしてる。終了。ほんま終わり。違う。そうじゃ。そうじゃない。お。いや強いよそれ普通に。後先にせよ。後先にせよ。はい、久しぶりのデッキ紹介になります。クロタンですね。クロタンヘルボロフ。とりあえず今度多分もう一個別のタイプのクロタン出すと思うんですけど、先にテンプルの方の構築から出してしまいたいと思います。やめろやめろ、お金がない。なんで KC さんはプロモ中なのに妥協してるんですか？ブラッドリンがまあ初動でありまして、そうですね、このデッキの、まあ優秀なところっていうのは、そうですね、解体ジェニーにつながるパターンとしてブラッドレインからのジェニー、もしくはタイムトリッパーからのジェニーっていうパターンがあるんですけど、こうすることによってですね、ブラッドレインからのジェニーだと3ターン目に打てますよね。ですけどタイムトリッパーからジェニー出したとしても相手マナタップインするので、実質3ターン目に出す形でジェニーを出すことができます。まあ、そんな感じで優秀だということで4、2、4で入れてあります。で、できるだけ解体ジェニーにつなぐと、まあ、できなくてもベイダーにつなげれば十分です。で、理想的な動きはブラッドレイン、タイムトリッパー、タイムブラッドレインかジェニー、ブラッドレイン、ジェニー、最高、まあここら辺、うん、みたいな、ブラッドレイン最高、ブラッドレイン、ジェニー最高、忍者リバンヘルボルフとか、やめなさい。はい、まあそうですね、とりあえずヘルボルフまでつなげてください。でヘルボルフ出した後の流れなんですけど、そうですね、基本的にクロタンっていうのはなんか毎ターンちまちま殴っていっていくのが一番いいと思います。要はですね、殴りながら、その盾を焼いていくと、はい、例えばですね、ちょっと流れ見せますね。じゃあメルカムヒル立ってるとします。で忍者リバンがいて、
他何欲しい？まあ、ここら辺だったとしたら1枚ブレイクして、うん、お前からあるから1枚やりますね。で、アタック時に持ちの陣入れをして、持ちの陣出して、その最初に割った盾を割ると、こうすることで一応相手手札に1枚だけ残っちゃうんですけど、まあ、極端にあれですね、次のターン返される確率が減るんですよ。こういう1枚だけにしておくことで。そうですね、黒タンでは、黒タンではですね、絶対に勝つっていうパターンにはなんないんですね。ただ、大体勝てるっていう状況を作り出すのが得意なデッキになってます。なんで、アベレージ的に、平均的に強いっていうんですか、ここがズバ抜けてるとかはないんですけど、安定して強いです、このデッキは。なんで、そうですね、ちょっとこれは落ち着いた人向けのデッキになります。なんで、まあ、ちょっと派手な動きしたいなって人はちょっと厳しいですね。作んない方がいいと思います。減らそう、大会から。とりあえず、まあ、もうワンチャン構築変えるとするならっていう、案の前に、とりあえずデッドゾーンの採用理由を聞くのはそれと。デッドゾーン、はい。採用理由どうぞ。最近あんま入ってないけど、いきなり入りましたね。なんだ、まずこいつ1枚で9000以下で開けるっていうのがでかい。そのプロタンはこれを使うかこれ使うかこいつの流解効果で敵のクリーチャーを破壊するしか方法がないから、こいつのカードパワーの7000以上のクリーチャーを破壊するときはこいつが必須になってくるから、こいつは強いと思います。ちなみにトップ2の順に入ってない理由なんですけど、こいつはですね、簡単に言うとこいつに進化できるわけですね。でも特攻陣って基本的に使い切るじゃないですか。すぐ墓地行きますよね。なんで、場持ちを考えると、ブラッドリーンとデッドゾーンの相性がいいため、デッドゾーン入る理由はブラッドリーンの採用理由にもなりますし、ブラッドリーンの採用理由はデッドゾーンの採用理由にもなるわけです。絶好調だよ。じゃあ、学校が入るときって何が入るの？デッドゾーン。学校だね。学校とことかザビーバレルとかの優勝だと思う。あと、普通にデッドゾーンがあれば、こういう盤面があったりして、ヘルボロフで。ヘルボロフでアタック時にデッドゾーンを抜けて破壊して、ウェルカムヘルだってとかアタック時に何、まあ、か出るみたいな、で出発にして破壊する。素晴らしい。こういう動きもできるから優秀です。はい、そんな感じです。じゃあ黒ターンぜひ作ってみたい方どうぞ頑張ってください。まあワンチャン構築変えるならこの辺を、トポジェニア学校とこに好きにアレンジメントしてくれればいいと思います。なんか勝手に青黒で魔点打って負けるやつもいるし。うるせえ。